お客様システムチェック中。これは面白くて、はい、ギターからコンプラット P1 でケンタウルスで、まあ、これ変わるんだけど、はい、コーラス入って、はい、でステレオアウトをフレキシとデラリバーに今行ってて、はい、それがこう、なんていうんですか、ドライサウンド。やって、はい、で、GB6 から、はい、GB6 のラインアウト、はい、がピューって伸びて、ほうほうほう、このミキサーに入ってる。マーシャルから GB6 行ってキャビに行くやつとペダルボードにプリアンプ的な感じで出てくやつがいるってことですか。そう、センドリターンのセンドみたいな、昔ながらエディ・バンヘレンスタイルっていうか、はい、パルマーでやってたみたいに、パワーテネーターのラインアウトからこうまず信号を引っ張って、はい、で3本に分けて、はい、このリバーブとディレイと、はい、H9、あー、これがそれぞれ立ち上がってるってことですね。ここの立ち上がってて FX のとこに、はい、でそれが LR で、今パワーステーションなんだけど、まあ、PS2 なんだけど、はい、本当は PS100、 はいはいはい、100W のステレオで LR でそのエフェクトを鳴らす。これがじゃあなんかそのブレンダーみたいな感じに今なってる。まあそう、ラインミキサーだね、はい、まあ、ディレイの後リバーブとかかけると濁るし、はい、並列でかけたいしみたいな、はいはいはい、で特にコーラスとかがかかってリバーブとかかかると、はい、もわーっとなっちゃったりするから、それをまあ防ぐっていうか。なるほどですね、はいはい、でこのフリーザトーンのこれはフェンダーとマーシャル、はいはい、位相が逆なんだよね。だから、はい、入れないとこっちの音が聞こえなくなっちゃうんだよね。例えば、はい、今さだいたい4ぐらいで、はい、混ざって聞こえるじゃん、はい、これがこれをこれ今インバートしてるんだけど、はい、これ元に戻しちゃうと、分かるかな、よく聞こえないんだ。フェンダーしか聞こえなくなった気がしました。あ、そうだ、こっちが勝っちゃったね、はい、でこれ今正常、正常な、はい、正常っていうか両方とも正しい方向で動くというか、はい、正しいっていうかフェンダーをマーシャルに合わせたっていうか。これはどういう接続の方法になってるんですか。これはステレオコーラスの、はい、こいつのアブとか怪しいんだよね。ああ、毎度毎度怪しいから、はい、片側はそのまま、はい、アウト1はそのままマーシャル、はい、でアウト2が一回ここに入って、はい、ここで位相反転させてここからフェンダーに行ってるみたいな。じゃあフェンダーが切り替えられるようになってるみたいな感じですね。そうですね。鼻詰まっちゃって。ダブルで出てる感じがしなくなりますね。うん、これが入ってないんだけど、はい、よいしょ、これがオフだとこうなってるんだけど、はいはい、これを入れるとこの状態だとこのスピーカーはステレオにならない。そう、こっちのリアルアンプでドライ音が出てるからこっちからはいらないやっていう。そう、これ鳴らしちゃうとまたここで位相がおかしくなったり、はい、こう切ってやって、これがこのニューネイバーの、これが、はい、そういう感じ。あ、じゃあこの3つは全部ウェットで出てるってことですか。そう、ウェットオンリーにしてるってことですね。そう、
で、これがイーブンタイガシステムになったんですか。これは、はい、あの、まあ、プレキシをちゃんと使いたいと、はい、本来はここがアロアンプになるんだけど、はい、その時に、まあ、ここでエフェクトをかけると濁るよね、はい、あ、はい、この音はこの音で出したいと、うん、はい、ただエフェクトかけたいじゃんっていうところで、はい、まあ、こうステレオをちゃんと出すんだけど、はいはい、ミキサーがないと結局このディレイの後リバーブでリバーブ2種類使いたい時じゃあどうするのみたいな、うん、はい、とかもう一個ここにだからショートディレイをかけつつロングをかけたらどうしたいのとか、はい、なってくるじゃん、はい、そういう時にめっちゃ普通にパンニング、はい、こんな綺麗なパンニングが得られないんだよ、ね、うん、ああアンプでそのままやってたらってことですね。そうそうそう、例えばうん、でここにニューネーバーを入れて、はい、この音出したいだけじゃん。これ綺麗ですね。やる必要があるじゃん、はい、これはこの音出したいと思うと無理じゃん、はい、はい、ノイズリダクションを一応あのフリーザトーンのノイズリダクションとか入れて、はい、シングルコイルの時の弾いてないノイズはそこで消しちゃって、はい、そうですね、マストラートはそう、はい、ハンバッカーの時はまあいいじゃん、はい、でもシングルコイルでプレキシであんだけ歪ませても破綻しない、はい、ペダルがどうのこうのっていうよりはシステム的に気に入った古いアンプに全く内側に手を入れないで完全にラインの音が引っ張り出せるっていうのはすごい良くて、で今だったらこのアウトを例えばキャビシミとかに入れちゃってダウに入れちゃってダウ上でこれやればいいんだけど、向こうの音とか、そしたらこのマーシャルのジリジリギャッギャッギャッってした音がそのままあって、うん、だけどこう空間系はこうモダンなものをかけられるじゃん、はい、ただライブでそれやろうとした時に、はい、大変なんだよ、うん、だこれは相当だから贅沢だけど、はい、普通だってこれがないとかさ、はい、こっちがないかもしれないし、うん、
そうですね、うん、もうなんかギターのサウンドを作ってるっていうか音場っていうか何ていうんですか、空間を作ってる感じですよね。レコーディングの手法だよね、ここは、はい、これは完全にレコーディングの手法で、はい、ドライで1本ギター取っといてトラックコピーするかバスアウトでこう他のトラックに、あ、他のトラック、はい、チャンネルにエフェクト立ち上げて、そうですね、混ぜるみたいな、はい、やっぱこれの利点はドライオンが確実に 何者にも侵されないとい う, うん、まあ、ここは通るけど、はい、まあ、ミュージコムがちゃんとしてるから、はい、こういうミキサーを通ってドライオンを確立した上で、はい、これだけ聞くとだからめちゃめちゃ派手なエフェクトがかかってるんだけど、はい、ドライオンありきでやってるからスポイルされない。そうですね、はい、はい、もう確固たるシーンがここのアンプのセクションで作れてるっていうことですもんね。だからハーモニクスもパーってパコーンって出るし、はい、そういうだからエリック・ジョンソンとかもそうだよね。だからバンヘレンもやってるやり方だ。これはそう完全に昔の AD スタイルだけど、はい、エリック・ジョンソンとかはもうちょっと複雑だけど、うん、自分の足元でこういろんなアンプに送ってエフェクト用にこれでとか、はい、これをもうちょっと簡素化してやってるというか、はい、うん、そういう感じ。ラックの時代はでもみんなこういうシステムだったんだよね。ああ、そっか、そうですよね。うん、はい、そう。だそれをノックダウンとかダウンサイジングして、はい、そうですよね。今もうラックみたいな性能のこういうストンプのペダルがあるから、ここにいけるっていう感じですよね。そうそう。はい、だってイーブンタイドはちっちゃくなってもやっぱりイーブンタイドの音だし、うん、あの深い感じの音は他ではなかなか。はい、これマーシャルの前に入れたらマーシャルぐしゃぐしゃになっちゃう。インピーダンスもおかしくなるし、何もかも難しくなっちゃう。こうしておくことですごい簡単に使える。すごい大げさだけど、はい、大げさだけど、でも昔はマジでこれにラック、冷蔵庫みたいなラック1個と、そうですよね、だからもっと大変だったっていう、はい、確かに、で、すごいいい感じにまとまるっていう、はい、もう最低限で、そうですね、ハイクオリティのものが弾き出るとこういう感じですね。はい、ありがとうございます、はい、めちゃめちゃいい音です。もうちょっと詰めます。